ブルーリボン賞。ブルーリボン賞とは、鉄道ともの会が1958年6月20日に制定した日本の鉄道車両に対する賞である。ブルーリボン賞は、投票の前年に新たに営業運転を開始した鉄道車両の中から、鉄道ともの会会員の投票により選定される賞である。選定車両は年一形式のみとなっている。 この賞は1957年当時、画期的な車両として登場した小田急3000型に対し、鉄道ファンの視点から何らかの賞を授与したいということから1958年に制定された。翌1959年からは、会員投票によって選ばれることとなり、歴代の受賞者は、全国的に知名度の高い日本国有鉄道、JR の特急系車両や、 私鉄各社の受賞時点での時代を代表する看板車両が選定されている。2017年現在、この省の最多受賞鉄道事業者は、日本国有鉄道、1987年3月31日組織消滅と近畿日本鉄道の8階であり、時点が小田急電鉄の7階である。はじめに、投票実施年の前年末に、鉄道ともの改正会員から、 選考委員が10名選出される。選考委員は、鉄道に精通し、かつ、公正な判断を持つと認められる、正会員から選ばれる。年明け後、選考委員により、選考委員会が組織され、委員会によって、候補車両、ノミネート車両が選定される。候補車両は、日本国内で使用する鉄道、機動車両のうち、 前年1月1日から12月31日までの間に日本国内で営業運転についた新形式車両またはそれとみなせる車両で候補車両決定の時点で現に営業をしていることをおおむねの要件とする事業用車については営業運転に使用されないため対象外である新形式車両とみなせる車両とは従来から ある形式であっても設計変更を行い新規に製造された車両、または改造車両のことを指し、候補車両とするか否かは、選考委員会の判断による。このため、第29回ブルーリボン賞受賞者である伊豆急行2100系電車は、第34回ブルーリボン賞において、R、R-4 編成、リゾート 21EX が、 第37回ブルーリボン賞において R-5、編成、アルファリゾト21が、従来から、ある形式で、設計変更を行った、新造車両として、候補車両となり、第16回ブルーリボン賞受賞者である、日本国有鉄道、国鉄183系電車は、第31回ブルーリボン賞において183、系車、アズサーコモ改造車が、改造車両として、 候補車両となっている。新車でも設計変更が少ない車両、総鉄1万1000系電車、JR 東日本 e f 5百十1 0百5 0 0番台電気機関車等、特別車両 E655 から1等、ノミネートされないものがある。候補車両は、基本的には、製造年ではなく営業運転についた年を基準と、するため、1994年製造の 九州旅客鉄道883系は、1995年に営業運転を開始したことにより、1996年の第39回ブルーリボン賞で受賞している。製造地については、規定がないため、日本国外で製造された車両であっても、日本国内で営業運転につく場合は、選定候補車両となり得る。また、候補車両の数については、 制限がないため、1989年の第32回ブルーリボン賞のように、候補車両が62車種にも上る回がある一方、2013年の第56回ブルーリボン賞のように、候補車両が7車種未となる回もある。また、同一会社からの候補車両に関する制限もないため、1987年の第30回ブルーリボン賞のように、 候補車両42車種のうち、過半数の22車種が、国鉄の車両ということもある。毎年貨物用車両がノミネートされているが、これまでのところ受賞は、日本貨物鉄道の M250 軽電車と、受賞当時は、貨物用、後に、客貨両用となる、機関車であった、国鉄 EF66 軽電機機関車のみである。選定委員会によって決まった、 選定候補車両は、開放、レールファンによって会員に告知が行われ、会員は5月の定められた期間内に投票を行う。なお、投票用紙には、該当者なしの項目もあり、選定候補車両に妥当なものがないと考える。会員は、該当者なしの投票を行う。1959年から1980年までは、一形式のみの投票であったが、 1981年以降は2票ずつとなった。投票の結果、原則、最多得票の車両が投票年の選定車両となるが、1位の得票率が極めて低い場合、得票上位の候補車両の得票数が極めて接近している場合は、最多得票以外の車両が選定されることある。そのため、1九十一年の第十四回ブルーリボン賞の選定では、 有効投票総数6568票のうち最多得票は東日本旅客鉄道251系の1005票であったが東武鉄道100系が998票という1位に極めて接していたため二位の東武100系が選定された。また全体の投票状況や該当者なしの票数によっては選定を見送り1971年の 第14回や1997年の第40回のように該当者なしとして当概念のルーリボン賞選定を行わないこともある。なお、賞の性格上、全般的に特急車が選定されやすい傾向がある。ため、ブルーリボン賞に選定されなかった選定候補車両の中で選考委員会が新技術やデザインなどで選定に値すると認めた車両。 投票での得票数とは無関係にローレル賞に推挙される。選定後、選定委員会によって選定車両がローレル賞受賞車両と共に発表される。その後、選定された車両所有の鉄道会社の賞の受け入れ及び協力により、贈呈式が選定車両の走る駅や車両基地において行われ、記念立てと表彰状が鉄道会社に対し授与される。 この贈呈式に合わせ受賞記念列車の走行会や撮影会が行われることが通例となっている。選定車両には受賞年と鉄道友の会ブルーリボン賞が記された記念プレートが車内や外反に貼り付けられる。記念プレートは当初横長形式のものであったがローレル賞制定の際、黒岩み会員デザインによる現行の丸型形式のものに変更された。 鉄道事業者名は選定当時の故障。なお、各鉄道事業者のウィキペディアページへのリンクは最初の1回、その事業者の初受賞のみとする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。